すごいよ、中禅寺湖。これ、いやー素晴らしいね。どうも、群馬のアバルトです。元気にやってます。今日はね、なんかなんだろう、レトロ自販機ってなんか流行ってるでしょ。なんかね、それがね、群馬にあるって聞いたんでね、そこまで行ってみようと思ってます。家から1時間弱で着くっていうのでね、まあ、ちょろっと行って、ぐるぐるっと回ってこようかなって感じ。はい、左に見えてるのは赤城山でーす。最初ね、群馬到着した頃はね、まあ、赤城山見てもね、ああギザギザだなーなんてぐらいにしか思わなかったんだけど、なんかこう見てるとね、味がありますね、赤城山。裾野がね、こうずっと広いというかね、こうガキガキとね、なんかノコギリのような険しさがね、なんか男らしいっていうかね、かっこいい山だなと思うようになりましたね。あ、そうだ、これみんなね、気づいたかな、これ、ぐんまちゃん。ぐんまちゃんね、買っちゃいました。おお、こんなとこにニューヨークがあった。のどかですね。いいんじゃないかい。おお、いいね。ぐんまはね、海まで遠いからね、バイクの量になったらね、海見たくなるって、なんか、なんだろう、かっこつけてるわけじゃないんだけど、やっぱりね、海岸線沿い走るって気持ちいいんだよね、本当に。だからね、ここにいたら海見るために2時間走んなきゃいけないっていうのがね、ちょっと寂しいな。その点鹿児島は天国でしたね。もう家から海見えたしね、海見えるし桜島見えるしね、やっぱ九州良かったな。住みたいな九州。やっぱり四国九州あたり、あと山口とかね、で海だと思ったら陸だと思ったらまた海みたいな、そういうとこはね、やっぱり景色いいっすよ。やっぱりバイクで走るなら田舎ですよね。いいね、川。ここまで来ると日光までもう50キロと着いちゃうんだ。気持ちいいね。さあ、もう少しで着くんでないかい。これですか。とっちゃーく。うん、いいね、小屋行ってみよう。いろいろありますね。唐揚げラーメン、天ぷらうどん250円、タラの芽の天ぷらが当たるかも。どれ、したら買ってみるか。500円玉使えませんだ。なるほど。1200300、俺は天ぷらそばが食いたい。出来上がりまで秒数が出てる。321。はい、取り出し口。おお、出てきた。じゃじゃーん、こんな感じ。箸、はい、エビ天入ってます。これ何の天ぷらだろう。いただきます。さて、そばも食ったんで行きましょうか。まあ、なんつうか、そばはね、普通。怒られるかな。そばはね、麺は普通。天ぷら美味しかった。エビはね、細かったね。あとね、つゆもバッチリ。250円だったらいいかなって感じ。あれ、400円だったらちょっとね、ちょっとないなって感じかな。さ、何も考えないで来たんだけど、さっき地図見たら、いろは坂がね、こっちらしいんだよね。俺よくわかんないんだけどさ、なんかこの先にダムがあって湖あって、その先ずっとね北上していくと、いろは坂らしい。
いろは坂ってなんかあれだよね、確か一方通行じゃなかったっけ。お、NSX 草木ダム展望台だそうです。ここが草木湖ですか。道の駅があったので寄ります。はい、道の駅でよもぎまんじゅう食べてきました。はい、レッツゴー。道の駅に縄文かるたグッズがいろいろあってね、群馬の人は縄文かるたを学校で習う、学校で習うというか、もう家にもみんな普通にあるみたいな。いろは坂って有料なのかな。栃木県、ああもう栃木県なんだ、ここなんか一方通行っぽくなったよ。この先急カーブ速度落とせ。えぐいな、曲がりきんねえ。これが有名なイロハ坂ですか。あ、きつ、えぐ、曲がんねえ。よいしょ、いやいやいや、よいしょ。ですね、いろは坂もうね、これ以上倒せないんですよ、このバイク。まだ続くのかな、これ。だいぶ寒くなってきたよ。これ、ナビ映ってるかな。こんだけくねくねだからね。いや寒い、さすがにこんだけ上上がってきたら寒いわ。山なんだ、曲がらない。いやすごい、見事、真三角。あーすごいすごい、華厳の滝。うわー綺麗。すーげー、素晴らしい。素晴らしいね。すごいよ、中禅寺湖。これ、いや素晴らしいね。素晴らしい素晴らしい。こんな標高高いところにね。ちょっとね、止めれそうだったんで止めました。中禅寺湖、素晴らしいです。すごいね、栄えてる。ちょっと今バイク止めれそうだったから写真撮ろう。いやー綺麗だわー、すごーい。ちょうど水面が反射してキラキラです。結構これ湖畔ずっとこうやって走れんだね。すごいね、華厳の滝まっすぐ。今ね、日光いろは坂の下りです。渋滞してます。はい、みんなゆっくりゆっくり。またこのくねくねがね、ひたすら続くよ。素晴らしいところだね。でもね、
眺めもいいし温泉もあってお土産屋さんもたくさん。鹿児島行った時の、鹿児島っていうか九州行った時の、あそこどこだっけな、雲仙普賢岳の、ああこういうつづら折りがありましたね。思い出した。はい、こういう感じでね、上りも下りもめちゃめちゃトリッキーでございます。なんかドリフト屋さんの戦いの跡がいっぱい残ってますけど、今日は自宅から2時間ほどの中禅寺湖を見て、華厳の滝を見て、華厳の滝ね、すごかった、落差強烈。あ、何個あんのか数えようと思ってて忘れちゃった。はい、ということでつづら折りの最中ですがエンディング撮っちゃおう。一個いろは坂でございました。はい、またね、動画撮ったらアップしたいと思います。はい、それでは皆さん次の動画までバイバイ。片手でコーナリングすんなってね、よっこいしょ、よいしょと。はい、それじゃあ皆さん次の動画までバイバイ、またね、イエイ。